イラストレーターさんたちの描いた線画に素人の僕が色塗りができる機会をもらえたので、早速ちょっと塗ってみたいと思います。まずはこちらの色塗り、イラストレーターモットさんが描いたワンダーシアフィモーラの公式キャラモラちゃんの線画です。キャラが一人の方が塗りやすいかなと思ったんだけど、よくよく見たらファッションがめちゃくちゃ細かいし、素人の得意なバケツ塗りができない。とりあえず塗り始めてみたんだけど、マジでむずい。イラストレーターさんって普段これに塗ってるの？ペンの種類が多すぎるから、どのペンで紙を塗ればいいのかがわからない。大きい部分は結構得意なんだけど、細かい部分を塗るのがなんとも難しい。ああ、広告出ちゃった。これが無料の闇。ちょっと待って、これむずすぎるから、素人目の方にはもう一個の方やってみよう。素人の俺ならまだこっちの線がはっきりしてる方が塗りやすいんじゃないか。よし、早速行ってみよう。ちなみに塗り絵コンテストの線画とか塗るの初めてだけど、これってバケツ塗りとか使っても大丈夫なんだよね。ビンゴ。一つ一つの線がはっきりしてる分、まだ俺みたいな素人が得意なバケツ塗りが使えるから、こっちの方が若干優しいかもしれない。とりあえず塗り絵コンテストの線画とか塗ったことないから、まずはこの線画を描いてくれた本人のアイロマさんの配色を参考に塗っていきたいと思う。やばい、塗ってみたら結構楽しい。ただいくらバケツ塗りができるって言っても、結局バケツ塗りでできるのは大まかな部分だけだから、こういうちょっと薄くしたりするのはもうブラシを使うしかないんだよね。最近自慢じゃないんだけど、ちょっと目ん玉を描くの練習してんだよね。色の濃さどうこうよりも、とりあえずここにはこの色が入るっていう、いつもこの編集ソフトを使ってる俺からすれば、モラちゃんの配色を間違うわけにはいかない。あとここの髪の毛の光の反射具合、これはブラシでちょっといい感じなおしゃれにしたいな。やり始めたら結構楽しくて集中しちゃってる。バケツ塗りって一歩しくじるとこうなる。自慢じゃないけど、この芝生のところいい色選びだと思う。白って200色あんねんとかっていう言葉は聞いたことがあるけど、緑も黒も青も紫も俺からしたら全部100色以上あるような気がする。特にここの紫のところなんか絶対そう。ここですごいことに気づいちゃった。ツイッターでちょっと他の人たちの作品を見てみたんだけど、公式の配色に従うとかは全くなくて、みんなこれ自由に自分の色を決めて塗ってた。そんなルールはなかったのか。であれば俺も自由に塗っていこうと思う。自由になった瞬間、さらに色塗りに集中しちゃった。今までの俺は結構縛られて色を塗ってたのかもしれない。アイデアに蓋をしないってこういうことなのかもしれない。割とカラフルに仕上がってくるんじゃないか。自由なら自由なりにまた難しくなってくるのが絵のすごいところかもしれない。もちろん動物を塗るときは固定観念や概念には縛られたくない。あえてなさそうな色で攻めたいところ。これはさすがになさすぎたりする。ここの後ろにいるユニコーンが何気に一番色の配色難しかったなんて言えないよな。というわけで、思わず集中しちゃって40分もかかっちゃったけど、素人の俺でもこんな感じに塗ることができました。奥行きとか影とか、もっともっと時間を気にせずに塗り込めばいろんなものができたんだろうけど、とりあえず今は見ている人たちにこの塗り絵の雰囲気を見てもらいたかったから、とりあえずは大丈夫です。でも強いてみんなに見てもらいたいのは、ここの雑草、なかなかいい出来だと思う。ついに始まる塗り絵コンテスト。以前から SNS で告知などしていたんですが、今回私、なんと株式会社ワンダーシア様が開催する塗り絵コンテストの動画部門の特別審査員として参加することになりました。塗り絵部門は線画を描いてくれたお二方が特別審査員です。というわけで、今回のこちらの動画はその塗り絵コンテストの詳細告知動画になりますので、詳しく知りたくないという方はここでブラウザバックをしていただくことを推奨します。ただし、なんとなく塗り絵に挑戦してみたいな、コンテストに出てみたいな、有名なイラストレーターさんの線画を塗ってみたいななんて思う人は、ぜひぜひ簡単な気持ちでもいいので参加していただけると嬉しいです。もちろんそれに参加することで得られるかもしれない賞金総額が20万円分のプレゼントっていうのもなかなか魅力的。さあ、まずはコンテストの詳細から話していきたいと思います。コンテストの開催期間は8月10日から9月10日の1ヶ月間。今回はなんと2人のイラストレーターさんが2タイプの線画をそれぞれ描いてくれました。1人はイラストレーターモットさん、そしてもう1人はアイロマさん。モットさんが描いてくれた線画はフィモーラの公式 V モラちゃんのイラスト。アイロマさんが描いてくれたのはミニキャラの方の線画です。応募方法はサイトの方でも確認できますが、至ってシンプル。まずはステップ1、ワンダーシアの公式 XQ Twitter の方のアカウントをフォロー。ステップ2、塗り絵を完成させる。自分の好きな絵柄を選び、線画をダウンロード。デジタルでもアナログでもどちらでも OK です。モットさんが描いてくれたモラちゃんのイラストを塗りたい方、普段は二次三次の漫画動画クリエイターとして活躍しているアイロマさんが描いてくれた可愛らしいミニキャラの方を塗りたい方、どちらもお好きな方をどうぞ。そしてラスト、ステップ3は X の方に投稿。完成した塗り絵作品と指定のハッシュタグ、ワンダーシア塗り絵コンテスト2023をつけて、しっかりと投稿を忘れないようにお願いします。ただし、キッズクリエイターとして応募したい場合はハッシュタグが少し違って、ワンダーシア塗り絵コンテスト2023の後にキッズクリエイターと付け加えることを忘れずに。めちゃくちゃ感動してしまいました。さすがはモットさんだけあって、モラちゃんの服の些細なシワのところにもこだわりを見せてくれています。今回この機会を機に、モットさんの線画を塗れるという嬉しい一面、もしかしたら難しいという方が
かっちゃうかもしれませんが、そこはチャレンジとして楽しんでいきましょう。ちなみによく僕が関わっているイラストレーターのラチプさんもこの線画を見た時に、ちょっとこれはむずいかもしれないって言ってました。また今回僕は審査員なんですけども、その中でも動画部門の審査員として動くことになっています。それではこちらの動画部門の方を説明しましょう。動画部門とはイラストのメイキングをそのまま動画として投稿するものなんですけども、こちらもサイトの方に詳しいやり方がいろいろ載っています。まずは今回ワンダーシアさんが提供しているフィモーラという編集ソフトを使って、皆さんが線画を使って塗ったメイキングムービーなどをフィモーラを使って編集してもらいます。そのフィモーラを使って皆さんが自由にエフェクトを加えたり映えるように見せたり、そうして出来上がった一本のイラストメイキング動画をイラスト同様ツイッターの方に投稿してもらうというのが動画部門の審査でございます。また今回のコンテストのサイトの方には、動画の作り方がわからない人向けに動画の作り方のコツとしてフィモーラを使った編集の動画が4つほどワンダーシアさんが載せてくれているので、初心者の方でも気楽に見てみてください。お手本を見てみたい方はフィモーラ公式 YouTube チャンネルのチュートリアル動画をご参考ください。ちなみに俺がさっき流していたこの動画は、線画を描いてくれた本人モットさんの着色のメイキング、その素材を少しお借りして実際に僕がフィモーラを使って動画部門の作品っぽく分かりやすくシンプルに作ってみたものです。フィモーラはこんな感じでシンプルに映えるようなエフェクトがたくさんあったり、速度も最大で100倍まで速めることができるから、メイキングの作り手としては最高のアイテムです。動画部門に応募したい人はフィモーラのダウンロードが必須になっているので、詳しくは概要欄の方に貼っておくのでリンクチェックお願いします。そして今回のコンテストにおける商品の方の説明、これみんな聞きたかったと思います。というか一番これを見たかったんだと思います。今回は塗り絵部門と動画部門の2つがあるので、それぞれの部門によって賞が分かれています。塗り絵部門はグランプリ、準グランプリ、審査員特別賞、そして優秀賞にキッズクリエイター賞の5つがあります。若干塗り絵部門の方が商品は豪華かもしれない。優秀賞のシネマギフト券とキッズクリエイター賞の図書カード1000円分に関しては10人がもらえるので、確率志向で考える俺みたいな人は結構こっち狙っちゃうかもしれない。続いて動画部門賞の方の商品、グランプリ、審査員特別動画賞、キッズ動画クリエイター賞の3つがあります。塗り絵部門賞と大きく違うのはここで、さっきみたいに10人がもらえる商品とかはない。賞が3つしかないことと、その賞はそれぞれ1人1名ずつしかもらえないってこと。つまり必然的に動画に自信のある人とかで激戦区になっちゃう可能性はかなり高いかもしれない。でも逆にそう考えて誰も応募してこないかもしれない。そういう裏があるかもしれないと、チャレンジしてくる勇気ある若者、そして単純に楽しみたいと思って応募してくる若者、どっちも待ってます。ということで塗り絵コンテストの告知動画として紹介させていただきました。単純に塗り絵をやってみたい方、有名なイラストレーターさんの線画を塗る機会を見逃したくない方、コンテストに出てみたいという経験を積みたい方、商品が欲しい方、いろんな思いがあるかもしれませんが、ぜひこの動画を見て出てみたいと思ってくれた方、一人でも増えてくれてると嬉しいです。ぜひ気楽に応募してみてください。応援しています。では今回はご覧いただきありがとうございました。